皆さん、こんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画は、独権解散後のジョージ・リンチとミック・ブラウンが結成したバンド、リンチモブについてを紹介、解説していきます。1990年というヘビメタル暗黒時代に突入した彼らは、原点回帰を果たし、ブルージーなアメリカンハードロックバンドへと変貌を遂げていくのです。このチャンネルでは、ハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。今回の動画の本編へ入る前に、前回の動画で誤った解説がありましたので、視聴者さんのコメントを元に訂正させていただきます。情報をくださった先輩メタラーの方々、本当にありがとうございます。独権解散後、ドン以外のメンバーは、3人で、新しいバンドを結成することを考え、新しいボーカルを探し始めます。しかし、ジェフが、俺がボーカルをやりたい、と言い、2人と対立。結局、ジェフは、2人と離れ、フレッシュ&ブラッドという新たなバンドを結成するも、同名のバンドがすでにいたため、ウォー&ピースというバンド名で活動を始めます。ジェフと離れたジョージ・リンチとミック・ブラウンは、新たなバンド、リンチモブを結成。ボーカルは、ボーニー・ローガン、ベーシストはアンソニー・エスポジートを迎え入れ、ボーカルを入れ替えた、新独権とも言えるべきバンドで再出発を果たします。1990年、ファーストアルバム、ウィキッド・センセーションでデビューを果たします。本作がリリースされたのは、90年代という、ヘビメタル暗黒時代。80年代に人気を博した派手な見た目や音楽性のバンドは完全否定され、グランジやオルタナティブバンドが人気を獲得していきます。そのようなことから、これまでのヘビメタルバンドは、ブルース回帰へと一斉に流れ、リンチモブも同様、ブルースを強調したアルバムをリリース。本作では、ジョージ・リンチのブルージーな超絶フレーズだけではなく、ボーカルであるオニー・ローガンのソウルフルな熱い歌声も圧巻です。ローガンの性質により、より、一層、ブルージーさが色濃く強調され、そのブルージーさというのも単純な回帰ではなく、しっかりと聴かせるメロディー、キレのあるギタープレイ、メロディアスだけどソウルフルといった、ハードロックオヤジ、メタルヘッズ、90年代の新生メタラーなど、すべてのファンを納得させる魅力ある一枚となっています。しかし、当時は、賛否両論があったらしく、全く歌えていない、ジョージのギターと不釣り合い、さらには、ルックスがいいだけで経験不足、といった否定的な意見が多かったようです。個人的には、全く歌えてないということはないと思いますし、むしろ、ドンよりも声量があり、パワフルかつソウルフルで好きな歌声ではありますし、本作のテーマである、ブルースの原点回帰にぴったりなボーカリストだと思います。逆に、唯一無二であり、超個性派ボーカリストである、ドンと似たボーカルだと、独権の介護感、それなら独権で良くないか、となると思います。そのようなことから、ドンとは異なるタイプのボーカリストを迎え入れたことは、いい判断だったと思いますし、ジョージとローガンの相性は抜群だと思います。実際、ジョージも、僕がプレイして、ケミストリーを感じたシンガーは、今までローガンだけだ、と話しているくらいですからね。ジョージ・リンチとオニー・ローガンのケミストリーが生み出した、本作、ウィキッド・センセーション、個人的にかなり大好きなアルバムで、ファーストアルバムにして、最高傑作の名盤だと思っているので、まだ聞いたことがない人はぜひ聞いてみてください。2020年には、再録バージョンもリリースされているのですが、同じアルバムなのに全く違う雰囲気が感じられ、非常に面白い作品でもあります。個人的には、1990年にリリースされたオリジナル作品が好きで、独権の延長を思わせながらも、アメリカンなハードロックをベースに、ブルージーなテイストを少し加えるといった、なんともセンスある素晴らしいアルバムとなっています。1992年には、早くも、
セカンドアルバム、リンチモブをリリースするのですが、オニー・ローガンが脱退し、後任として、ロバート・メイソンを迎え入れ制作されたアルバムとなっています。前作では、未熟さを感じさせながらも、パワフルに熱く歌い上げるオニー・ローガンのソウルフルな歌声、そして、原点回帰なブルージーテイストのアメリカンなハードロックサウンドだったのに対し、本作では、安定感と器用さを持ち合わせた、無名ながらも、プロフェッショナルなボーカリスト、ロバート・メイソンの歌声、そして、爽やかで聴きやすいハードロックサウンドへと変貌を遂げ、また、特権を彷彿とさせる、哀愁漂う美しいメロディーも堪能することができます。個人的に、本作は、綺麗にまとまりすぎているな、といった印象で、洗練された作品ではあるものの、前作に比べるとキャッチーすぎますし、ジョージのギターも控えめになっています。ジョージ・リンチのギターがあるからまだ聴けるものの、もし、ギタリストが別の人であれば、インパクトに欠けるアルバムになっていたと思います。やはり、前作のブルージーで、ソウルフルな音の方が好みですし、ボーカルも、ローガンの方が良かったです。とはいえ、80年代の古き良きメロディーを感じさせる、当時の独権ファンや LA メタル好きにはたまらないアルバムであることは間違いないです。ただ、先ほども言ったように、ジョージ・リンチファンには物足りないアルバムで、心をつかむようなギタープレイが皆無なんですよね。もっと暴れてくれよって思いますし、ジョージのギタープレイが控えめでも、インパクトある作品を生み出し続けた独権は、やはり偉大だったと思いますし、ドンの個性ある甘い歌声とジョージのカミソリギタープレイは、相性抜群だったんだなと、改めて実感します。ちなみに、皆さんは、リンチモブのファーストアルバムとセカンドアルバム、どちらが好きですか？私は、圧倒的に、ファーストアルバムが好きです。正直言ってセカンドアルバムは、つまらないです。これなら独権でやってくれ、ドンの歌声で再録してくれ、って思いますね。セカンドアルバムリリース後の1992年、ジョージ・リンチは、ロニー・ジェームス・ディオが率いる伝説のバンド、ディオへの加入の話が舞い降ります。ディオが大好きなジョージは、当然ながら、数年間をディオで過ごすこととなります。ディオでの活動だけではなく、1992年あたりから、犬猿の仲であった、ドン・ロッケンと一緒に曲作りをするようにもなっており、結果として、1994年、全盛期のメンバーで、ロッケンを再結成することになります。修復不可能とまで言われていた、ジョージとドンが、どうして、再び同じバンドで活動することになったのでしょうか。ロッケンを解散してからのジョージは、お酒もドラッグも断っていた、ということなので、もしかするとシラフに戻り、何か、心境の変化があったのかもしれません。次回の動画では、復活のドッケンをお送りしたいと思います。それでは、皆さん、良いメタルライフを。